はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11月も9日ですね。もう中旬と言っていいでしょう。木曜日でございまして、10時50分ちゃうわ、40分ちょっと回りました。日経平均は310円高になりましたね。はい。今日ドル円が一時151いったという話ですけど、今 150.89 ですね。介入あるでしょうかね。香港は開いたとこかな、開いたとこですね、動きなし。ドル円ちゃうわ、原油 76.02 と今日も軟調ですね。金もですね、1959と軟調ですね。金安い、ドル高い、円安いって合ってますね。はい。合ってるときはいいんですよね。合ってないときは困るんですよ。ウォン安くない。なんで？こっちは合ってないですね。1308というところですね。昨日1310を超えてましたからね。まあこれは頑張ってるんですが、一瞬今日も今朝1312を超えるとこまで行ってましたね。それが今1308と、まあ朝はだいたい忙しいんですよね、ウォンの場合ね。午前中に頑張らはるんでしょうね。そのウォンの国の話でですね、ザクザクにこんなん出てまして、室谷克美先生ですね、真相韓国ということで、和牛より韓牛、韓国万歳の愛国記事、読んで気分爽快、自負心も…世界への認識歪める根拠なき対日優位の幻想。お隣さんのメディアを読んでますと、時々、よう言うわ、みたいな記事がありますね。なんて言いますかね、なんて言いますか、ファクトに基づかないということがですね、まあ、日本のメディアだとですね、そういうインチキっぽい記事っていうのは、なんかこう、出すとですね、そのメディアの権威が下がるんでですね、あまり出さないですね。こう芸能系はね、もうぶっ飛んだ記事を出してクエスチョンマークとか入れるんですけど、昔のトースポね、今トースポ紙で読みませんからね。トースポって私何回も自分のコメントを出させていただいてるんですよ。最近そういうお話じゃないですけどね。まあ最近マンション業界がね、暇ですからね、暇というか記事がないんですよね。まあそんなこと言うてんとですね、本文いきましょうか。韓国マスコミの海外特派員には韓国万歳の愛国記事を任期中に何本か書くノルマがあるのではないか。韓国の報道を見ているとそんな疑念が湧いてくる。ブロードウェイより韓国クエスチョン、 K ミュージカル日本を揺るがす、中央日報2012年4月24日、といった記事はその典型かもしれない。韓国人はこうした記事を読み、気分爽快なり自負心を高める。だがこうした記事の日常的繰り返しが韓国人全体の世界に対する認識を歪めていることは否めない。韓国の政治家が時として根拠なき対日優位発言をするのは、ちらりと見た愛国記事の堆積効果によるかもしれない。最近韓国万歳の愛国記事のヒット作は、和牛よりも柔らかくて美味しいそうなんですか、19億人のムスリムを虜にした韓牛と題する長文の記事、イーデイリー。最後まで読めば、クアラルンプールで開いた韓国食品フェアで、韓国の自生種牛である韓牛の精肉が好評を博し、一部レストランで採用されたということに過ぎない。韓国人が長文読解に弱いこと、括弧同音異義語が多いハングルが影響しているのだろうと、は国際統計でも立証されている。長文読解に弱いのに、なんであれだらだら長い記事書くんでしょうね。最後まで読まんでええでということですかね。見出しだけ見た韓国人は、我が韓牛は和牛を退けてイスラム世界を制覇しつつあると思い込むのだろうと、要はタイトルしか読まないということですね。和牛と韓牛は遺伝子構造が明確に違うとの解析結
家が出ている、そうなんですか、韓牛というイメージないですかね。だが韓国人の多くはその昔和人が韓牛を盗んで品種改良したものが和牛との説を固く信じている。牛ってでももともといなかったんでしょ、どっかから連れてきたんでしょうね。だが和牛が欧米の高級レストラン向けに出荷されているのに韓牛がローカルブランドにとどまっている現実は韓国人にとっては何とももどかしいことだと。もどかしいというよりそういうこと知らんのちゃいますか。そうした背景があるからイーデイリーの見出しはヒット作なのだと言っても、22年の輸出額は和牛500億円に対して韓牛4億円という現実は変わらない、まあ、ほとんどないという感じですね。韓国の愛国記事を読んでいると、日本の女性は韓国文学の虜になり、日本の高齢者は漢方、漢方かな、朝鮮半島の伝統医学治療を受けようと必死になっている、そう思えてくると。文化的には対日優位、優れた我が国民といった幻想がもたらされているのだ。日本のテレビの日本すごい調の番組は危ないものだと、過去ジャーナリスト室谷が。ああまあ確かにね、あの自分の国を腐すような記事や番組よりもですね、俺の国すごいやって言った方がそれはいいでしょうね。まあ、あのテレビでもやってますか、そんな知りませんけど、私はもう昨日テレビ見ましたよ。テレビというかアマゾンプライムでですね、あの最近夜もですね、夜ちょっと時間ができるとですね、一人でですねアマプラ見るんですけど、昨日は7人の秘書っていうのを見てまして、ふーっと、これ昔ね、昭和の頃ね、僕はまだ子供の頃ですね、ハングマンというのがあったんですね。あれとこう構成似てるやんみたいな感じで見てて、あ、まあ見終わった、ああそう、ふーんっていう感じでしたけど、もう61のね、おっさんが見るにはちょっとバカバカしいかなという感じの、なんていうか、あれ映画ですね、私が見たのは。はい、まあどうでもいいんですけど、テレビ番組はね、その日本がいいよっていうのがあるんでしょうね、中にはね。ただお隣さんってね、ものすごくね、こう自分たちは世界一の民族なんだぐらいの気持ちを真面目に考えてるんですよ。日本人ってそこまで考えてないでしょ。漠然とは日本っていい国やんって、なんか外国なんか住みとないわみたいな、そういう人が今多いですけど、漠然とは日本っていい国やと思ってますけど、そのこうそういう記事をね、日本素晴らしいとかいう記事があってもね、ふーんってスルーでしょ。テレビ見てるとね、外国人わーっと日本を見てくるじゃないですか、悪い気分はしませんけど、そればっかりこう拾って見歩くみたいなことで、ね、ほぼないでしょ。大人さん違うんですよ、もうそういうの大好きで、そういうのでこうなんて言いますかね、こう自己満足でですね、自分たちは漢民族は世界一とかって、ハングルは世界一優れた文字とかって思い込んでるんです、真面目に。いや真面目ですよ、これ真面目にね、ああそういうことしたはるさかおかしいわけなんですね。日本人みたいにふーんって言うてスルーにしてたら別にそれが普通なわけですよ。お隣さんほどこう自意識過剰な民族っていうのは世界中見渡してあんまりいないんちゃいますかね。ほんでまたね、そのある程度発展してるでしょ。だからそれでこうなんて言いますかね、幻想のですね、こう基盤ができるわけですね、固まるわけですね。お金も持ってるでしょ今。日本人と同じぐらいお金持ってるでしょ。そしたらそこでですね、あ、自分たち偉いんだと思って、で日本人よりも基本的に自分たちの方が素晴らしい、優れているというふうに、思い込むわけですね。でそれが時々ですね、ノーベル賞とか日本人が取ったとか言うとガラガラと崩れて、いやそんなことはないって言ってまた立て直すわけでね。ただまあ忙しいですよ連中は。まだそのね、そういう記事が出た方がね、メディア読まれるでしょ。だからそういう記事を好んで書くんですよ。日本がしょうもない国であるという記事もですね、大好きです。で、大体ね、事実を歪めてるんですね。日本に関する記事は。ここに出てますようにですね、日本人の老人はですね、韓流医療を受けたがってるとかですね、日本の女性は韓国文学の虜って、そんな僕見たことないですけど、韓国文学って。国はですね、僕メディアの記事をいつも読んでますけど、国語表現力はかなりやばいんちゃいますかね。ペロッとした表現しかできないんちゃいますかね、大人さんの言葉というのは。
あの全部ハングルを使ってるせいでですね、そのなんて言いますかね、そこ出てますけど、同音異義とか多いんでですね、微妙な表現とかってしにくいんちゃうかなという気がしますね。はい。まあ、ということでですね、室谷先生のですね、1ページ目、今全部読みましたけど、一応1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。